カラフルパレット。プロジェクト世界カラフルステージ。フィーチャリング初音ミク。はい、こんにちは、ジャムです。今回は、プロセカね、久々にね、動画撮ってみようかなと思いますってことで、ちょっとね、最近ね、なんか新しい曲増えたかなと思って久々にね、つけてみたんですが、新しい曲ね、結構増えてたんだけど、俺がね、やってた頃と比べてね、増えてたんだけどさ、もう知ってる曲あるじゃんと思ったらさ、チケットがミュージックカードっていうのが足りなくてさ、全然新しい曲遊べないっていうね。そっか、そういう感じだったね、そういえばっていうね。まあなんかね、これに関してはね、ちょっとチケットで買うシステムだと、復帰しようとした時にね、なんか新しい曲、知ってる曲加わったなって思って復帰しようとした時には、なんか目当ての曲復帰しても遊べないじゃんってなって離れちゃう人いるんじゃないかなみたいなことをね、チラッと思ったけどね。あ、ちょっと単発一回だけ弾こうか。ちょうど一回分あるし。いけ。はい。ダメそうだね。そう、だからね、ちょっとね、なんつうんだろう。なんかね、復帰、例えばなんか新しく加わった曲にね、釣られて復帰しようとした人とかはね、離れちゃうんじゃないかみたいな気はしましたね。まあちょっとね、久しぶりにね、少し遊んでみようかなとは思うんですが、あ、そうそう、夜にかける、あ、まあでもそれの話はしたか。まあなんか適当に今回は何曲か遊んで終わろうと思うんですが、そう、遊べない曲がね、こんなに増えてる。どうしようかな。でね、やっぱ難易度的にはね、俺はハードで遊んでるぐらいがちょうどいいやっていうね気がしてますね。エキスパートはね、やっぱ難しいよね、結構。まあ上手い人にとってはそうでもないのかもしれんけど。さて、そうだよ、ハードぐらいがちょうどいいよ、ほんと。あれ？あれ？また見つける。だね、まあちょっとね、ミュージックカードをね、集めたいかなと思ってはいるんだけどね。まあでもね、1曲あたり10枚必要だからね、結構何十枚も必要になっちゃうよね、これね。
今交換できる分が、あ、でも10枚買えれるな。なんかやるか、なんか交換してみよう。そうだね、まあなんかパッと、あ、これ知ってるってなったのはカゲロウデイズだから、カゲロウデイズ変えてみようか。 OK。どこだ。あった。まあハードでいいかな、これもやってみましょう。カゲロウデイズっていつ頃の曲だっけ、なんか聞いたことはあるはずなんだよね。あれ。あれ。ハードでも失敗しそうなんだけど。ちょっとちょっと、よし、危ねえ。全然ハードでも危ない。みんなとならできるって信じてた。ふう、この後ね、ミュージックカードを手に入れる術がないよね。ここだとね、もう手に入んないからね。なんかもう一回ぐらいやろうか。これいこう。この曲加わった頃はね、まだやってたはずなんだよね。でね、さっきからミスってる原因がね、なんか知んないけど、上の方で変わっちゃうんだよね。このバーのとこじゃなくて、久々だと迎えに行っちゃうっていうか。
のまだバーまで来てないのに上で押しちゃってる。あれ？なんかね、最近東方弾幕神楽も始めてみて、あっちと比べるとどっちが難しいとかはね、まあなんか、ああでもどっちが難しいってこともないな、なんかどっちもどっちだな結局ハードぐらいで遊ぶのがちょうどいい、どっちもみたいな。ただ結構ね、それぞれ曲いいのあるなっていうのは再認識して、改めてねこっちもちょっとやりたくなったんだけど、なんか新しい曲が全然できないなっていう調子いいじゃん。あのカードをね10枚集めないと次の曲も選べないからな。そこはね、なんか東方弾幕神楽の方が良いかなと思う点というか、あっちだとね別に曲を遊ぶの自体には制限ない感じだったからね。ああ、びっくりした。そうか、次へ押すと、あれに戻るけど、楽曲選択に戻るボタンがあったのか。ね、どうしようかな。なんだろう、一回クリアはしてるけどあんまり知らない曲だな。From Tokyo。なんか窓の外にカラフルな傘がある感じがちょっといいな。なんかね、近所のね、あの昔ね遊園地があった場所がね、ショッピングモールになってるようなところにね、こういう傘の、やつがね、なんていうんだろう、建物と建物の間に吊るしてあってね、おお、なんか綺麗だなみたいな、もう最近思ったんだけど、最近でもないか、あれ結構前だったかな。まあなんか小山遊園地っていうね、あの栃木県にある遊園地だったところがね、もう15年ぐらい前かな、遊園地潰して、あのいろいろね買い物できる施設になっちゃってるんだけど、ここにねああいうカラフルな傘の渡してあるのがね、あったんだよね。あれ、なくなっちゃった傘の話してたのに。あ、大丈夫だったみたい。ああ、こっち押したんだ、さっき。ああ、最後に一回ミラクルペイントで締めようか。これ結構ね、やってた頃好きだった。エキスパートはできないだろうな。まあ、ハードで一回やって、ああ、エキスパートやってみよっか。よし、じゃあこれで。
今回はラストは。はい。おっ、あー、ダメそう。ダメか。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。くー。